縛りやっていきますか。留学生が44日間あるんで、留学生来るまで一回見てみようか。まあ、まだまだ勝てないと思うけども、どういい試合はできる。やっぱ点が取れないよな、打線が弱いよな、でピッチャー陣の疲労がすごい溜まってくると。やっぱまだまだ足りないよな。ただ角田とか投げて怪我されるとこもあるんよな。やっぱやめとこうか。もうちょっと怖い、怪我が怖いんで、ここはもうちょっと木にもうちょっと投げてもらいましょう。ちょっと申し訳ないけど、まだ木には投げてもらわないといけないね。ちょっと10日間ぐらい投げてもらって、みんなリフレッシュしてまた帰ってきてもらおう。この辺は絶対勝てないからね。でこの辺でまた10日間みんなで投げてもらいましょう。こういう感じで繰り返していく。10日ずつみんな投げましょう。そして絶不調多くない？なんでこんな調子悪いの？エビナがすごい 0.82 だって。抑えあれ、エビナは抑えをやろう。じゃあでまた10日間投げてもらって、みんなにで10日間でおそらく疲労がもうすごいコンパになってくるんで、でどっちみち勝てないんだもんね。でも2対1とか惜しいよな、勝てる試合だもんね。あでも意外とまだみんなやれる。でまだまだあるよ日は。あと9日耐えれる。あと4日ならなんとかなるでしょう。1,2,3 頑張れみんな、怪我しないで。目標は怪我し、お引き分けは。でも12回までやったってことはピッチャーの疲労がすごい溜まってるかもしれない。いやーちょっと大変なことになってるね、疲労が。さああと1試合あと1試合頑張ってもらいましょう。勝てないね。4対2惜しいね。さあ帰ってきましたよ。ここで細貝フルゴーリー、将来を投打でね背負っていく選手。彼らが来たからもう大丈夫。でもやっぱりまだ足りないね、ピッチャーは。細貝頑張ってね。0割0分8人ってよくない？0割0分1厘、0割0分8厘って何打数何安打？ 100 打数8安打ってことは？127打数1安打だって。いる？ 0 割0分8厘。初めて見た、0割0分8厘って。0割、だって伸びたの打率が0、1部でしょ？ 0 割1部0厘でしょ？伸びた以下だ。初めて見た伸びた以下の打率のやつ。87.5 ゲーム差の最下位、まあ、まだまだ最下位ですね。西武が3位から下克上を果たせない。まあでも広島も2位から優勝だもんね。3勝139敗、去年0勝1勝3勝と、まあちょっとずつ勝ち星を増やしてますね。まだでも全然勝ってないね。 8.219.656.12、1割6分 OPS4、まだ212イニングね、木に投げてもらってます。小林はぼちぼち移籍覚醒もあり頑張っております。あと海老名が意外と良かったのか。そんなもんか。門田もね意外と抑えてます。で新保が打たないね、2割3分9本と、あと細貝も2割1分9本。おでも強くない？成長期、これ早熟臭いな。22歳で成長期って。細貝弾道4パワー C、 ミート C BBADC、 クソ強い。もうちょいと打ってくれればいいんだけどね。
まあ、細貝には期待して本当に4番になってもらわないとね。秋山みたいになってもらわないとね。西武の秋山、右打ちの方の秋山ね。元監督の方の。平が沢村賞。ゴールデングラブ3塁取ってる。さあさあさあ、そろそろいいコーチもいるんじゃないかと。4500万で上がってきてるんだよな、年俸が。なら同じ4500万でこっちの方がいいよな、変化球を教えれる方が。5500万とだいぶ上がってきましたね、君も。まあまあいっか、そのまま払いますか。でスカウトは8000万ちょっと上がったね。ならは1000万下げよう。監督ありが上がらないのがありがたいね。細貝払う。鮫島が意外と強いが早熟です。元宮も払わないか。ランチョウ持ってるしね。ランチョウついたのかな。ミスターは期待の一切特殊能力伸びやすい。ただね、正直微妙だよな。金ないしね。ちょっと払おうかなと思ってたんですが、全体的に払えなくなってきましたね。小林くん、小林も生え抜きじゃないしね。最悪出たからでもいいでしょう。クルゴーリを払わないといけない。微妙だよね。彼も変化球あと1球しないとな。クルゴーリは払うと。まあ投手のフルゴーリーだの細貝ぐらいでいいんじゃないの、払うのは。あとは全員。沢村はどう。海老名意外といいかもしんないね。背中押さえ全部できます。ちょっと海老名くん一回期待してみようかな。まだ木はいるような。200イニングはまだ消えないよな。本当はちょっとクビにしたいところなんですが。残りは420万でピッチャー18人か。まあ、今回は、野手中心にドラフトを取っていきたいなというふうに思っております。ゲンドラもな、正直ね、もううまみ結構少なくなってきてるんじゃないの。もううちの選手出したところでね、取れる選手もそんな、うちもいい選手がやっぱり、いい選手が弱い選手が少なくなってきたんで、特に出したい選手もいないと。細川は地味にね、ユーティリティ守れるのありがたいんだな。あまり使わなそうな選手だよね。まあ、鶴崎も年だしね。ただ得の要因になると、もうそろそろ。もうそろそろ寝かせたら得の要因になるから、ありがたいっちゃありがたい。正直微妙じゃない。もうちょいいい選手が来てくれればいいんですがね。ああイヒネとかどう、育つんじゃないの。内田パワー系、日高、ああ足速いやつ、辰巳幸之助、4.91 結構投げてる選手が出てくるんだ。ああ、沢井、結構強い。あ、今回結構いいね。浅野だ。うわー、浅野結構出がちだな。ああ、前川右京とかもいる。いや、浅野欲しいな。うわ、浅野が出てくるんだったら、もうちょいいい選手出しとくんだけどね。だよねー。あ、そんなことないか。うち DeNA が、指名した選手、DeNA がうち指名してるから、DeNA が来たらいいから、DeNA の高松が
あ、でも巨人からか。巨人が、高松行くでしょ。で、DeNA が、お、うち行くでしょ。じゃあ、浅野取れるじゃん。どうせ。高松、で、DeNA が、うちの、か、で、うちが、浅野、やったー。やったぜ。これはありがたい。しかも在庫処分できるし。で、うち2巡目、あ、角田取られちゃった。あ、指名せず終了ってあるんだ。あ、ドラム、2巡目だけできるんか。指名なしでせ。あ、立つだ。立つね。徳能がいない、あまり強くないんだな。指名せず終了ってうち取られただけってこと？なら立つ取っとこう。ピッチャーだし。1巡目は絶対指名しないといけないのか。指名せずに終了ってめちゃめちゃひどくない？無償トレードみたいなもんでしょ？取られて取らないって。悪いやつだな。とりあえず取っとくでしょ。うち人もね、大事だしね。角田取られるか。角田誰をは強い。角田誰も取られないと思ったけども。意外と人気でした。あー、二刀流だ。二人いる。いやー、パワー系の妹くん。これは妹ドライチありだね。どうなんだろうね。前作って二刀流って意外と票が集まらなかったんだけど、今作はその辺はどういう風になるのかと。いやー、強ーい。走塁がめちゃめちゃ下手くそ。足は速いけども、普通に天性選手より実在選手の方が強い説もあるよな。天性選手があまり強くない可能性もあるしね。今作特能引き継がれないもんね、全然。さあ、じゃあここはうちは妹君行きましょうか。ドライチ取れたらありがたいよ、妹。おお、単独で取れた。やったぜ。でも二刀流評価低いよな。でも福村は競合してる。よかった、妹で。絶対こっちでしょ、パワー系でしょ。まあ、投手にさせる気はないけども。投手能力は福村の方が高いからか。中浜とかもね。これもいいでしょ、河内とかも。うん、加算も悪くない。26歳だけども。うちなら全然 OK。三振持ちがね。河内行くか。26歳。で、覚醒今回全然来ないね。覚醒ないのかな。まあでも18歳でこれは有望じゃない。八木橋。26歳オールドルキー残ってるかな。あー、取られるか。ちょっと残ってたら行こうかなと思ったけど。弾道さん、亀沢。ピッチャーは残りもんでも強くなるんだ。野手は絶対上位で取らないと育てるのが難しい。新宮は変化球を伸ばすよ。もう野手はいいかな。取りたい選手いないかな。いないね。あとは投手の安い投手取りますか。対ピンチ A。8位、9位、ピッチャー24人。もうだいぶ集まってきましたね。ピッチャーも25人いたらもう木もいらないか。今年でクビです、木は。それか現役ドラフトとゲンドラでどっかに拾われてくれたら嬉しいんですが。角田もね、拾われたしね。角田も特能がね、すごい大変なことになってしまいましたが、うちのせいで。壊れなかったからよしと。妹は完全にもう野手です。野手1000人。11番背負ってますが野手です。完全に野手転向ですね。高卒、高卒、大卒、大卒、高卒。若い。高
卒で野手能力は普通に強えよな。モイネロが FA した。 C ランク。モイネロ3900万らしい。かわいそう。あ、村上とかメジャー行くのかな。モイネロかわいそう。 C ランクでいろんな球団たらい回しにされて。森友や巨人だ。茶野、平、大下、みんな金銭じゃなくてちゃんと人的保障選ぶんだね。さあアデスが広島行ったよ。ライマルがソフトバンク。ライマルはすごい。あ、オスナも中日と。すごいいろいろ渡り歩いてますね、彼らは。今年は海外留学なしでいいよ。覚醒ないのかな、今作。そろそろ機材買っていく。お金がね、13億。来年のお金がどれぐらいか見とこうか。とりあえず、妹は、外野視点行こう。外野でいいかな。まあ、足あるし外野でいっか。キャンプ終わりましょう。おお、変化球いろいろめちゃめちゃ覚えてる。そして妹を、外野手転向させて、ピッチャーとしての記憶をなくしました。一応150キロ投げれるんだけどね。 FACBFE と高卒ルーキーで、これは不調に強いですね。背番号、しかもかっこいいわね、背番号11番の野手って。まあ、大谷もそうだしね。大谷は今何番だ？大谷は16番 ?17 番 ?16 番 ?17 番。大谷って今何番？あ、背番号あるんだ。17番です。あの、家に大谷ユニフォームがあったんで、今パッと見たらそれは17だな。ドジャースタジアムで買った大谷の背番号が家に飾ってあるんで。大谷ユニフォームね。それを見ればすぐ俺大谷の背番号わかるから、今。つうことで、あ、エスコンだ。エスコンの試合も見たいね。じゃあ終わりましょうか。バイバイ、さよなら。